はい、こんばんは。参議院議員の乙木俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。11月18日の夜10時半にとっております。今日はこれから1時間後の11時30分の夜行バスに乗って大阪に行って明日、尼崎の応援に行きます。いやー、ほんとバッタバタの1日でね、今日は朝から被害者救済法案、この新法の概要がついに発表されるということで。 ま、幹事長会談、与野党協議会とやりまして、まあ、その後最後はアベマプラインも出演してきたんですけどね、本当一日この法案の中身、え、そしてその中身の分析、等々に追われておりました。ついに、え、政府与党案ということで、え、この被害者救済のための進歩の概要が発表されました。まあ、赤の概要ということで条文や要項ではないんですけども、まあ、一定程度中身が分かるペーパーが表裏1枚で出てきたと思います。で、これについてね、あの、ま、幹事長同士、そして我々実務者の間でも今日は意見交換等々させていただきます、ましたが、 え、まずもってですね、まあ、新法がそもそもできるのかできないのかというところからずっと1ヶ月間議論してきて、まあ、もう新法というものでやるということで、ここまでですね、え、形が出てきて、まあ、新法というのが、え、とにかく、え、成立しそうな、え、ところだいぶ見えてきたというところのね、ここまで努力していただいた政府与党の皆様、関係者の皆様には、え、まずは深く感謝したいと思います。ありがとうございました。え、ただ一方で、 じゃあ、この中身が被害者救済ができる、えー、満足なものになっているかといえばですね、残念ながら、この今、概要の段階、概要を見る限りでは、極めて不十分な、え、内容になっている可能性が高いと、言わざるを得ないというふうに思います。まあ、細かい点を言えば、キリがありませんし、また条文や要項が出てきてからも分析しなければいけませんけども、えー、まずこの、えー、この、 禁止をする寄付、そして取り消せる寄付というのを定義が、定義がね、このダメな寄付、悪質な寄付の定義というのが一番重要なわけですけども、これが結局消費者契約法、この消費者契約法というもう一個ある法律と、まあ、ほぼ同じものになっている。もう書いてあることは全部同じですね。この消費者契約法の一部を引いたものになっているので、結局ですね、消費者契約法がダメだから、ダメな法律を改正しても結局間口が広がらないから、新しい法律を作りましょうと言ってるのに、この最初の禁止をする寄付の定義が、もう一個ある消費者契約法を使えない法律のそのままコピー したんじゃ結局被害者救えませんよ、ねとまあ、いうところが、これ、もう、第一の、え、問題点ですね。そして、この、特にですね、今回、この、消費者契約法は、まあ、改正されるわけですけども、この、改正が解約になる可能性もあって、特にこの、霊感等による知見を用いた告知というのが、この、禁止される寄付の一つになってるんですが、これ、この中に、まあ、いわゆるマインドコートル状態になってしまうということも、まあ、含めるんだというふうに政府与党は説明しています。まあ、それは、100歩譲って、まあ、100歩ですよ。100歩譲っていいでしょうとしてもですね、追加で最後にですね、こういう一文を入れてきたんです、今回、法律に。 えー、この、ね、え、現在、または将来の重大な不利益を回避できないとの不安はあり、不安はあります。または、不安を抱いていることに乗じて、うん、乗じて、当該不利益を回,復回避するためには、寄付をすることが必要不可欠であること、あることを告げること。 寄付をすることととが必要不可欠であるる告げることこういう一文がね、条文に、商社契約法は今回入るんですね。これがね、相当なボトルネックですよ。だって悪質な団体、旧統一教会なんか、寄付をしなかったらあなた不幸になりますよ。寄付は必要不可欠です。 なんていちいち言わないわけですよね。恐怖をすり込まして、それでまあ恐怖がいずれはこう恐怖を感じない状態になって、マインドコントロールに入って、あとは自発的に寄付をするわけですから、それで寄付をしなさいなんて言わなくても、もう信者の方々はもう熱心に寄付をする。こういう状態になったら、今回この取り消し要件、禁止要件の、毎回寄付をすることが必要不可欠だと告げること、でこの告げることで要件、これがあるばかりに、もう その寄付が取り締まれない。まあ、いわゆる骨抜きの法案になってしまう、法律になってしまう可能性が、まあ、極めて高いわけですね。ですので、これ必要不可欠であると告げることっていう、この要件は、ちょっとね、取るなり改善するなりするということは、え、これはね、ちょっとやっていただかないとなかなか使える法律にならないんじゃないかなというふうに思います。で、第二にですね、まあ、家族による取り消し権も、か、取り消しも可能になるというふうに、あの、見出しだけだと報道されるんですけども、まあ、全くこれも不十分ですね。本当家族による取り消しも、まあ、できないようにできた方がいいんですけど、本当にごく一部に、あの、 僕一部に限るえ内容になってますえ民法の債権者代権というですねえ特債権者代権という制度を使って家族や配偶者が取り返すわけですけどもこれに特例を設けて使いやすくするということなんですが債権者代権というのはその扶養されていると人とかがですね夫婦間の協力義務婚姻費用養育費あるいはその子供の扶養を受ける権利にかかるまあ定期金債権と言われるまあそういうものは取り返せますと未来にわたるものも取り返せるってことになるんですがただ一応権利をぶわってしてそのうち扶養するものが本来受けてる学 だだだだととかかかか生活ららこういうういいいものののががくくばっかその中から取取りり返せるるけけででで何千万円1億円億なな寄付全全部消わはすしじゃあ、その、ご両親が両方とも熱心な信者で、あるいはもうシングルマザーとかシングルファーザーで、でもその人はもう完全にもうボン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 寄付してますと。じゃあ、あの、子供が使えますよって言っても、不要にある子供しかこれ対象じゃないですから、不要にあるってことは、小さい子供ですよね。10歳、あるいは5歳。どうやってこれ、裁判を起こしますかと。え、債権者代金なんて難しい概念使って、 取り消しをして自分の分だって取り返しますかと考えると、使える状況を使える人というのは極めて限られてきて、結局実質ほとんどの被害者の当事者ももちろんですし、家族の方も救済できない内容なんじゃないかなというふうに思います。他にもですね、まあこれそもそも対象がですね、今回、個人から法人への寄付だけが今回この取り締まりの対象なんですよね。個人から言えば法人以外は対象じゃないと。でも統一協会なんてですね、 が、まあ、統一協会ですって言ってはそれは宗教法人ですけども、でもその正体を隠して、いや、あれは教会長を個人が集めてるんですよとか、えー、統一協会という組織じゃなくて、そのなんかインナーサークルみたいな人たちが寄付を勝手に集めてるだけですとか、いくらでもこれ言い逃れをしてきて、それはもちろんね、実態をこうちゃんと裁判で争うことになりますけども、言い逃れはしやすいそもそも仕組みになってしまっていて、この消費者契約法と標速を合わせるんだということで、禁止する寄付の定義は全く同じものを同一なものにしてるのに、消費者契約法は事業者と個人というくくりで網をかけに行って、事業者というのは個人事業主も入る から、個人も対象の法律になっているのに、なぜかこの新しい新法の方はですね、法人と個人ということで、え、え個人と個人対象にならないのっていうことで、かなり要件が狭まっているので、るでここも抜け道になりそうだということ。そして、この取り消しの公式感が、まあ、霊感、霊感的な、あの、マインドコントロール的な。 え、物を用いた場合でも10年、最長10年ということで、20年、30年というふうに被害が続くような、旧統一教会の被害には、なかなか使いづらいんじゃないかということ。え、そしてですね、あの、いわゆる上限規制を政府は入れましたって胸を張ってですね、借金をしてまで寄付をさせることは禁止します。建物を売ってまで寄付をさせることは禁止しますって、書いてあるんですけども、え、この上限規制をですね、あの、勧誘や要求というのがその禁止要件になっていて、借金してでも、寄付しなさいって要求する。 またこれも同じですね。旧統一協会みたいな団体は、そんなダイレクトな要求はしないわけですよね。あなた不幸になりますよ。どうしますかと聞いてはみんな自殺的な後は再起寄付するわけですから、勧誘や要求がき禁止要件になってくると、この上限というのはそもそも発動しない、えー、ですし、な、え、ぜ、ー、かこれです、ね、禁止するだけで、そういう悪質な寄付、借金させてまでするような寄付は、な、え、ぜ、ー、か禁止はするけれども、で、あの、 是正命令とか、その対象にはなるけども、えー、なぜか取り消しの対象にはなってないということで、これ本当によくわかんないんですけども、まあ、そういうね、えー、あの、よくわかんない不備があると、まあ、いうことで、まあ、こう、とうとうですね、まあ、この数え上げればキりがな,ないんですけども、やっぱり改善点が、え、相当ある、え、法案になっています。でもこれまだ概要が示されただけで、要項や条文になるまでの間に、これ協議の余地があるんだろうというふうに私も理解しておりますので、え、今日は与野党協議会をまた2時間近くやって、まあ、今言ったような内容も含めてですね、え、様々な改善提案を建設的にですね、え、させていただきました。えー、なので まあ、あと1週間2週間が勝負になると思いますけども、まあ、せっかく作るわけですからざる法を作っても仕方がないしっかり被害者が救済できる内容にしなければいけないでさっきまで ABEMATV で小川さゆりさんというあの2世の,あの被,被害者の当事者の方と一緒になってお話ししてきましたけどもやっぱりね もっと家族にも使いやすい適用範囲が広いものにしてほしいし、え、そのマイン、いわゆるマインドコントロールという、別にそれは、用語が入る必要がないし、状態は定義できないですけども、そういう手法を用いてやってしまう悪質な寄付が、ちゃんと全部取り締まれるように、被害者が救われるような内容にしてほしいというごね、切実な思いを番組でも話されていましたので、まあ、こうした思いや被害者弁護団、実際訴訟を何度もやっている弁護団が、えー、使いづらいと。これは実質、もう一目見ただけで使えないと。安倍弁護士とかもですね、テレビでもコメントしてましたが、被害者弁護団の、えー、若いすごい優秀な方ですけども、その方もね、これは使な っていう風にやっぱ言ってますから、まあ、こういう声為しっかり政府には真摯に受け止めていただいて、えー、もうこれ改善してより良いものをですね、与野党の垣根を越えてもこれ政局ではなくて作り上げていきたいと思いますので、まあぜひね皆さんも世論で後押しをしていただければと思いますので、まあ本当ね政府与党の中にもあのやこうビシッとやるべきだと思ってる人たくさんいるんですよ、もういもういることも分かってる。でもやっぱりこうね連立を組んでいる中で、まあいろんな配慮もあるんだろうし、後ろ向きな方もいる、も、ま、う、あ、すごくこうもうこれもやっぱりいっぱいいる政府与党の中に、まあこれをねなんとかねあの。 前向きにするのさせる、前向きにしてなっていただくのはこれはもう世論だというふうに思いますので、ぜひ皆様のお力をお借りしたいと思いますので、よろしくご指導ご鞭撻と、この YouTube チャンネルにもチャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら、おやすみなさい。バスでじゃあ大阪行きます。